んな半決めじゃ自由じゃなくて先生がランダムに決めるよ。誰か私のことを入れてください。ほら、影子のこと誰か入れてあげろよ。あ、ミレイちゃんのとこあと一人入れるよね。いい、私は優香と二人で回るの。こっち来ないで。じゃあ影子さんは私と回ろうか。先生に気を使わせてしまった。はい、じゃあこの問題は周りの人と相談して後で当てるからな。ねえ、みさき、この問題45だよね。違う、この問題優香さんどうなった？私は話す人いない。はい、じゃあ話し合い終了。じゃあ影子、この答えは？はい、わかりません。あ、話し合う時間あっただろ。誰とも話せなくて。じゃあ隣の席のお友達に今聞いて。はい、ここの問題教えて。ミレちゃんだから教えてほしい。ここ私あんたと友達じゃないから。ああ、もう学校なんかやめたい。友達がいたら陰キャですごいなんて価値観に縛られたあの監獄から抜け出したい。雨に濡れて大丈夫ですか？私は誰？何？ロボット？最近の人型 AI ロボット的な。私は誰？なぜ生まれた？まあ、もうちょっと雨なんでとりあえず私んちどうぞ。大丈夫でしたか？ありがとう。あなたの名前は？影子って言います。あなたの名前は？あ、そうだ、ないのか。じゃあロボミでいいんじゃないですか？あんたさ、誰かいるの？うちに人招き入れないでって言ったよね。やばい、1階からお母さん来る。押し入れに隠れて。なんで友達入れたの？あれ？あ、いやー、電話で話してた。にしては足音とか声聞こえたけどね。まあ静かにしなさいよ。当てなかったね、ロボミ。うん、ありがとう。私、影子と暮らしたい。そうだ、思いついたんだけどさ。はい、今日から転校生のロボミさんです。みんな仲良くしてあげてね。よろしくお願いします。はじめまして、ミレイと申します。ロボミちゃん、友達になろう。でさ、今日の放課後一緒にゲーセン行かない？いい。でも友達の影子もついてきていい？ピョコン。私もいい。うん、まあいいよ。行け、ほら、ジャスト、イエーイ。はい、取れた。これキーホルダー。いいな、それ私も欲しい。正直なところ、これは実際に販売してる私のグッズなの。期間限定でスズリで販売してるから、みんなは絶対買うんだよ。いや、急に宣伝すな。まあ、私のもあるんですけどね。何この変な機械。ロボミ、UFO キャッチャーも知らないの？ UFO、侵略者が来てるのか。直ちに処置しないと。なんか気持ち悪いんだけど、それ正気で言ってる？あ、ミレちゃん、ロボミって実はロボットなんだよね。マジでロボットなの？ちょっと、結局は関係なく、うちらみんな友達だよね。友情の証でこれプレゼントする。キーホルダー、かわいい。友情、なんか嬉しい。うちも持ってるから、3人でお揃いだよ。なんか、青春っすね。その後もロボミが私と友達でいてくれることで、私もクラスのみんなと友達になれた。ロボミのおかげで私は一軍業界に昇格し、青春すぎる毎日を送った。今日は親帰ってこないですし、ソファーでコロンとしててください。ありがとう。テレビを見るね。緊急速報です。廃部地域に謎の人事件が起こりました。犯人の手がかりは一切なく、不可解な事件です。全国の皆さん、ごきげんよう。電波ジャックをさせていただきました。この腐った日本を終わらせようと、殺人マシンを一体この世に解き放った。ちょっと何、恐ろしいんですけど。日本、やばい。危機的状況。そのマシンは人間社会に溶け込みやすいように金髪美女に仕上げた。どうぞ見つけてみてください。さっきの特徴的に、いや、疑ってるわけじゃないんですけど。私、絶対違うよ。そうだよね。世の中いっぱいロボットいますし、なんか物騒な世の中だな。グッドモーニング、超えてパーフェクトモーニング。あれ、ロボミいない。ロボミいない。どこ行ったんだ？台所、トイレ。嫌な予感がした。あ、もしもし、ミレちゃん、今すぐ私の家来て。お願いがあるわ。何、ロボミが消えた？ロボミ、ロボミってば。私を捨てたの？ちょ、どこ行ったの？ロボミ、一緒に遊ぼうよ。出ておいでよ。ロボミ、よかった。こんなとこで何してたの？近づかないで。昨日の人マシン、私のことかもしれない。やってないんでしょ？記憶もないんでしょ？優しいロボミはそんなことしないって私信じてるよ。近づかないで。私、影子とミレイ、傷つけたくない。ロボミ、私ら信じてるよ。はい、はい。
お遊戯会はそこまでです。そうだ、そいつはナンバー109で欠陥品だったな。人間、醜い、潰す。これで治ったか。ロボメ、やめてよ、やめてよ。私も知ってる、ロボミじゃない。さあ、お前が人間社会でできたお友達というやらをここで破滅しなさい。わかりました。ちょっと、ちょっと、やめて、やめて、ね、私たち友達でしょ。コッピーに強制銃があるだろ。それで、一撃だ。さあさあ、早く撃て。かけこ、見て。みんなで調理実習でふざけ合ったり、ソフトボールをしたり、とっても楽しかった。あんざ、さっき修理したのにまた壊れたのか。しょうがないな。ナンバー1から1000、全員集合しろ。これが集大成だ。やれ。守りたい、友達だから。ロボミン、さ、大丈夫？身代わりになってくれたのだ。あいつは本当欠陥品だな。おい、お前ら、とどめを刺せ。三人まとめて、焼け野原だよ。ロボミン、ちょっと、ちょっと、お前、この音、自滅モードを発動したな。お前ら、俺の盾になれ。できません、魔力が吸い取られます。いいから攻撃しろ。じゃあ威力で押し切れ。カゲコ、ミレ、ありがとう。ロボミー、やばいよ。ロボミー。目を開けるとロボミも敵も跡形もなく消えていた。ロボミ、信じたくない。それは思い出のキーホルダーだった。ロボミ、あいつったら。ありがとう、ロボミ。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、最後ロボミがね、こう自己犠牲の精神を払ってカゲコミレを助けてね、最後こう感動展開になるという、もうなんか俺も作りながらもこれしんみりしちゃって、もうこれ映画級の面白さだなって思うんで、ぜひ高評価コメントしてください。最近コミュニティでね、視聴者の人と交流していこうっていうね意識があるんですけれども、この夏にねやっておくべきことを募集したんですけれども、あるコメントで夏祭りプール髪染め好きピに告白というコメントがあって、もうキュンキュン。22歳のハイブだけど、もう中学生にこの少年心が戻りました。僕もね、小学6年生の時に夏休みに母親がこう白髪染めを使っていて、それをね僕もちょこっともらってこうメッシュ入れたんですよ。もう黒髪にここだけ茶色みたいな。これ絶対モテるだろうと思ってね、夏休み後投稿したら、もううんこマンとあだ名つけられて、先生からも、ハイブくんそれさ、髪染めてるよね、それ親許可してんの、とかって言われて、もすごい嫌な思い出。結局これ心理なんですけれども、青春を楽しもうとするやつほど周りから嫉妬されて悪口言われるっていう構図なんですよ。だからぜひなんか夏休みは、お前それ何してんの、とか、お前それ調子乗りすぎやろって言われて、でもやっぱまっすぐ青春を楽しもうとする心を大切にしてほしいです。僕の今年の夏はまあやっぱ30万人に向かって動画投稿してるので、適度に友達とねコテージとかバーベキューしつつ、やっぱしっかり動画投稿活動して爆撃に売れて、爆撃に視聴者ワクワクさせていきたいかなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー。